皆さんこんばんは。3月6日、NEXT ファームがお届けしています早わかり農業ニュース、日本農業新聞さんの記事の抜粋からお伝えします。最初は上ですね、アグリ社ベンチャーに出資、有機米拡大を後押し。 JA グループと日本政策金融高校が出資するアグリビジネス投資育成アグリ社は、アイガモ農法を応用したアイガモロボの開発を手掛ける、有機米デザインに出資したそうです。有機米拡大を後押しとのことです。続きまして真ん中ですね、SDGs で認証制度、静岡県実証、農家と飲食店をつなぐ。静岡県は全国初の食と農をテーマにした SDGs 認証制度の実証試験を始めました。今年の夏から本格運用します。生産者と飲食店をスマートフォンなどによるオンライン申請認証ができるようにするとのことです。それでは最後下ですね、特産茶で整う、サウナ発カウロウリュ喉を潤す玉露。明日7日はサウナの日、サウナブームが続く中、合わせて地域の特産茶の魅力を発信する動きが広がっています。施設によっては観光客も訪れるとあって PR にはうってつけ、農家が主導する取り組みもあり、観光の活性化と茶の消費拡大を目指しています。佐賀県武雄市にあるホテルの大浴場羅漢の湯では、男性用サウナで利用者自ら焼けた石に嬉しの茶を注ぐほうじ茶ロウリュを行っています。サウナ好きの小原社長が県産素材で何かできないかと探す中で茶に行き着いたそうです。嬉しの市の茶師が専用に焙煎した茶葉を仕入れ、ホテルで毎日抽出しています。新鮮な香りが売りで、日帰り客も予約待ちとなる人気だそうです。他に福岡県八女市の健康増進施設ベンガラ村は、22年4月にサウナを拡充、カフェも新設し、飲料やスイーツなど八女茶メニューを10程度揃えています。水分補給につながる飲料に力を入れ、ラテやスムージーに加えて茶葉に湯を注いで風味を楽しむ八女、玉露セットや八女茶を入れるビールもあるそうです。他にも静岡県では県内若手茶農家7人がサウナと茶を一緒に提案するティーゲートを結成、県内イベントなどに合わせてテントサウナを設置したり、サウナ施設に出向いたりして香りが出る専用の茶を使ったロウリュを実施、サウナ後に静岡茶を提案しているとのことです。はい、それではここでネクスファームからのお知らせです。ネクスファームではスマート農業ハウス賃貸募集ということで、このスマート農業ができるハウスを借りてくれる方を募集しています。ハウスの規模なんですが、1棟あたり幅9メーター、長さ54メーター、高さ5メーターとなっていて、総面積約495平方メートル、150坪のハウスとなっています。特徴としては大雪体感仕様で、ICT システム導入、自動設備制御を行えるということと、冠水制御システムによって自動冠水が行えるというところが特徴になっています。外側の設備の例としては、こちらの絵にあります通り、換気扇や転送、外部上下側走というのが自動で開閉するのに加えまして、内側については遮光カーテンですとか保温カーテンがついていて自動で開閉を行います。今後ろで、閉じようとしているのは遮光カーテンですね。夏の暑い日にはこういったものが閉じて、暑さを防ぐということができるという仕組みになっています。このハウスなんですけれども、今なら格安ということで、なんと1棟あたりですね、月額5万円でお貸しします。土地代、建物、システム保守料、電気代、水道代全部込みになっています。入っていないものとしては暖房燃料ですね、灯油代のみ実費精算となりますので、灯油代を使わなければ、この5万円だけでできるというところになっています。ぜひ、お声掛けのほどよろしくお願いします。またこのハウスの活用方法なんですが、新規事業の負担軽減ということで、新規収納の際に設備費用をかけずにですね、まずは賃貸で農業をやってみるということだったり、異業種の参入だったり、そういったところで活用できるものとなっています。他にも農業以外としまして、全天候型のアウトレジャー施設として内部に遊具を設置しての運営でしたり、室内ドッグラン設備のようなものを入れてですね、ペットと過ごす、新しいレジャー空間の提供ですとか、または雨風をしのぐ、資材置き場といったものですとか、そういったものにも使えます。いろんな使い方ができますので、ぜひ、これを機会に借りてみてはいかがでしょうか。
問い合わせ先等は、こちらの下に書いてありますメールか電話にお願いします。それではここまでご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。